この1月が勝負の時ということで、この2023年の1月っていうのは実は2022年のですね運気の最後の年なんですよね。なのでね、この1ヶ月に2022年中にやるべきことをやったかどうかっていうのがですね、実はこの節分以降に大きく影響するっていうのがあるんですよね。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところでね、今発売されている開運ハウスですけども、これね今本屋さんにたくさん並ぶようになっておりまして、ぜひね地元の本屋さんで買っていただいて、最終章にある QR コードを読み込んでいただいたらねプレゼントゲットできますので、ぜひね手に入れてみてください。よろしくお願いいたします。ではですね、今回の内容です。今回ねこの1月が勝負の時ということで、節分以降の2023年の運気に確実に乗せるね、この1月の過ごし方って話を今日はしたいというふうに思います。2023年の運気自体ですね、2月の節分から始まるっていうのがあるんですけども、そういった意味ではですね、この2023年の1月っていうのは実は2022年のですね運気の最後の年なんですよね。なのでね、この1ヶ月に2022年中にやるべきことをやったかどうかっていうのがですね、実はこの節分以降に大きく影響するっていうのがあるんですよね。そこでね、今回はその1月に何をすればいいかって話をしたいんですけど、なぜ一級建築士のね私がそういう話をするかというと、私は普段ですね家作りとかそういったいろんなものをやっている時にですね、ご家族の生年月日とか、あとね、そのいろんな運気を見ながらですね、いいタイミングで家を作るとか、そういったことも細かく見ていってるんですよね。でそういったことをする時にですね、毎月の運気とか毎年の運気とかもね細かく見るっていうのは、実は本業でしっかりやってるところがあって、なのでねこれ実は本業のまあ一個の部分なんだというふうに捉えていただいたら結構かなというふうに思います。そこでですね、まあ、今回ですねこの動画を見ていただいたら、この1月に絶対にやっておきたいことや心構えが手に入りますので、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そして私は普段矢野慶三公式 LINE というのをやって、ここでね5本の動画をプレゼントしております。概要欄の一番上のあたりにリンク先ありますので、ぜひねそこから友達申請してみてくださいね。よろしくお願いいたします。ではですね、まずその1からいきましょう。その1はですね、2022年の10月11月12月の流れをねもう一度確認するっていうところからしたいんですよね。というのも、この2023年の1月だけに急に何かをやろうと思っても難しくてですね、昨年の3ヶ月分ぐらいこの流れからこの1月がどうすればいいかということが見えてくるところがあるので、そんな話をしたいんですよね。ではですね、まず10月からいきましょう。10月のポイントはですね、全力で行動に移す1ヶ月だったっていうのがあったんですけども、どうでしょうか。思い返してですね、引きこもっていたのか、それともしっかり行動できたのか、そこをねぜひね、思い出してみてください。そしてね、11月のポイントはですね、感情的になって行動しない、忍耐が必要ということで、コツ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 、持続的に物事をやりながら感情的にね本当に物事をやらないことがポイントだということで、もし感情的になっていろんなことをやってしまった人はですね、ここでまあ反省しながらちゃんと相手にお詫びをしてやっていくことがポイント。もしね、今の時点で感情的になってトラブっていることがあったとしたら、今からでも遅くないので、関係者にちゃんとお詫びをしてから、整えていくということをねやってみてくださいね。これ11月のポイントでした。そしてその次ね、12月のポイントはですね、健康の改善と家族関係の改善がですねとっても大切で、これをね先延ばしにしないということが ポイントだったんですけども、どうでしょうかね。1月に入って結構年末年始お酒いっぱい飲んだみたいなのでね、健康に関してちょっとね、まあいろいろやっちゃったという人はですね、しっかり整えることを意識してほしいなというふうに思いますし、そしてねこの家族関係、今までもですねこういう話がしたいんだけどまだできていないっていうので先延ばしにしているような人がもしいたとしたらですね、1月からでも遅くないので、ぜひですね、しっかりと話し合うということをねやっていただけたらというふうに思います。なのでね、今言ったように取りこぼしていることがないかということをしっかり見ながら、そこをまずやるというところがポイントというところから、その2としてですね、じゃあ2023年1月に意識したいことは一体何かという話に入りたいというふうに思います。これはですね、一体何をしたいかというと、まずその前にですね、1月っていうこと自体がですね、結構特殊っていうか、やはりね、1年の計は元旦にありって言われるぐらいなんですけども、これからの1年ね、どういう形で、生きていくかみたいなね、やっぱり計画を立てることがとっても大切な月でもあるんですよね。そしてその時にですね、特に2023年の1月に意識したいのはこちら。直感とアイデアをどんどん出していってですね、いろんな形のことをね、思い描いて構築していきたいっていうのがあるんですけども、
これね、例えばね、この直感というのはどういった形で受け取るかというと、例えばね、ある情報を聞いたらですね、あ、これしたいって一番初めにグッと思うような感覚があるんですけど、これがね、直感というものなんですよね。そしてね、実はね、この直感に対する誤解っていうのもあるので、ちょっと紹介するとですね、例えばね、ある情報を聞いたら、あ、これしたいって思った後、数秒経ってからやってくる感覚っていうのがあるんですけども、それはですね、数秒経ってからやってくる感覚は不安とか恐れから、基づいたような形で、やっぱし、自分には向いていないみたいな形の思考とかがね、出てきたりするんですけども、一番初めに感じた、あ、やりたいと思ったのとですね、そっからと、いやいや、今お金もないし時間もないしみたいな形でこう考えが浮かんでくるところ、これは直感ではないんですね。直感というのは一番初めに感じた感覚は直感、そしてその後からいろいろね、出てくるものっていうのは単なる不安から出てくる思考なんですよね。ここをしっかりと区分けして捉えれるようになると、一番初めに来た感覚の直感をね、しっかり捉えれる。そしてこの直感に従って物事をやることが、この1月むちゃくちゃ大切なんだということなんですよね。なので直感とこの思考をうまく分けるということをやってみてください。そしてもう一つのね、どんどんアイデアを練っていくっていう話もですね、できればね、このお正月の時に時間をとってね、いろいろアイデア出しっていうのをやっていただきたいんですよね。この1年何をしたいかということに対して、こういったことをしたい、ああいったことをしたい、そのためにこういうふうにしていくと面白そうみたいなことをね、どんどん書き出すっていうね、月にしてほしいんですけども、これ正月だけじゃなくて、その後ね、例えば週末に時間が取れるタイプの方であれば、毎週末ぐらいですね、時間をとってこの1月中にしっかりとアイデアを形にしたいっていうのがあるんですよね。これぜひね、忘れずにやってほしいというふうに思います。そしてね、これ実は1月に湧いてきた直感とかアイデアっていうのがですね、この2023年の節分以降の1年間の運気を確実に底上げするね、ためにとっても大切なので、この1月ね、ちょっと頭でうんうんうなりながらでもアイデアとか直感を受け取るということをぜひね、やってみてください。はい、そしてね、その3で、その3はですね、この1月に押さえておくべきもう一つのポイントっていうのがあるんですけど、心構えの部分ですけど、これね、男性バージョン、女性バージョンがあるのでね、男性と女性に分けてお伝えします。まずね、男性はですね、とにかくこの1月は不安がうわーっと湧いてきたりするんですよ。なのでね、その不安に対して、感情的に振り回されながら行動するっていうことはね、ぜひやめていただいて、やりたいのはですね、この不安が出てきたとしても、しっかりと学ぶっていうことを中心にやっていくとですね、運気は向上しやすいっていうのがあるんですよね。なので不安からの焦りで何か行動しようとすると運気が下がるんですけど、いやいや、ちょっと待てよと、このことに関してしっかり学ぶっていうところをやっていくと冷静に対処できるぞみたいな形で、学ぶことを中心でやっていくっていうのがポイントだというふうに思ってください。そしてね、女性の皆さんはですね、もう全てが整っているので、ガンガンにチャレンジしていきましょうっていうのがこの1月なんでですね、これ多くの女性の皆さん、よかったらね、この1月どんどんあなたが本当にやりたいなと思っていることね、もうだいぶ整ってきて、あとはやるだけだなという感覚があることに関しては、もうどんどんやっていくというふうにしてね、やってみてください。これがですね、2023年の節分以降にとっても役立つ1月の流れなんですよね。なのでこれしっかりとね、やってみてください。それでは最後にまとめをしておきましょう。まずね、10月から12月の3ヶ月間の流れ、これ取りこぼしていることがあったら、確実にそこをね、1月に合わせてやるということをやってください。そして2つ目はね、直感と思考をちゃんと分けて考える。直感というものが大切で、そこから後に来るですね、不安からいろんなことを考えてしまう思考というのは直感でも何でもないので、そこをきれいに区分けできるかがポイントです。そして3つ目はね、アイデアをどんどん出す、1月に出すアイデアっていうのはこの1年のね、下支えにもなるので、ぜひね、やってみてください。そしてね、この1月、男性はね、学びを中心に、焦って物事をどんどんしないように気をつけてくださいね。そして逆に女性はですね、どんどん整っているのでチャレンジしましょうという、月回りなので、ぜひね、意識してやっていきましょう。ということでね、今日の話、実践できそうなところからで構いませんので、実践して実感ね、ぜひしてみてください。そしてね、一つお知らせがあります。というのもですね、この運気の流れに関してですね、毎年ね、12月か1月に1回だけやってるんですけど、これね、1年のこの運気はどういう風な流れになるかっていう、この展望セミナーってやつをですね、3時間でオンラインの勉強会でやるんですけども、今年はですね、2023年の1月の8日の夜にね、開催します。この日程がなくてもですね、この1月中はアーカイブが見れますので、この1年の経営をバッチリ
立てるにはですね、この内容をぜひ聞いていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。これはですね、私の師匠からいろいろ教わってきている内容をですね、駆使して取りまとめたものでもありますので、これ私がね、私自身が毎年自分で活用して有効性を感じている内容なので、ぜひね、興味がある方は、リンク先をね、概要欄に貼っておきますので、そこからね、一回中身をご覧ください。はい、ということでね、この概要欄の中からね、見ていただいてね、興味がある方はポチッと押してみてくださいね。はい、そしてね、もう一つ、もう一度お知らせがあります。矢野敬三公式 LINE ね、初めにお伝えしましたけど、ここではね、例えばトイレで金運幸運を引き寄せる方法という動画をはじめ、残り4本の動画をプレゼントしております。概要欄の一番上の方にあるところから、友達申請していただいたらですね、すぐにあなたの LINE にこの動画が届いて見れますので、ぜひね、見てくださいね。よろしくお願いいたします。そして、私はね、この公式 LINE 以外にもアメブロではこぼれ話、 Twitter では日々の気づき、メルマガでは家族に特化した情報、そしてボイシーで言いたいこと言いまくるってことやっております。すべて概要欄の一番下の方にリンク先ありますので、ぜひねフォローお願いいたします。それではね、最後にご質問にお答えするコーナーですということで、今日のご質問者の方はこちらですね、北国のお庭さんですね。矢野さん、三林さん、いつもありがとうございます。三林さんのお家素敵なんだろうなということでね、先日、オランダにある三林さんの家のね、家の鑑定というのをやらせていただいたんですけど、まあ、その動画に対する感想ですよね。そして、三林さんの方のコラボ動画も拝見して、矢野さんに質問があります。北東に書斎、南東にパソコンだと、書斎にパソコンを置くことが実現できず、どちらを優先したらいいでしょうか。Zoom でセミナーを主催したりしています。これから新築にあたり、北東に電磁波は良くないと思い、葛藤中ですということで、北東の書斎はすごくいい場所なので、北東でね、パソコンを持ち込んで普通にいろんなことを書いたりとかするのはとってもいいというふうに思います。ただね、Zoom で発信するときだけ、南東の場所が使えるんであれば、そういう使い分けもありだというふうに思うんですよね。で、南東の場所でそれができなければ、別に北東の場所でやっていただいても、結構です。ただまあ2023年がですね、この南東の場所のエネルギーが強くなる分、南東で発信するってことができると、よりね、相乗効果があると、そんな風にね、取っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。あとね、似たようなコメントがあったので、それで言うと、例えば家の間取りがあったら、全体がある時の重心から見た南東の場所がこのパソコンがいいというふうに、お伝えしてるんですけども、人によっては自分の部屋の中の真ん中から見て、南東がいいっていうふうに捉えてる人がいたりするんですけど、あなたの部屋だけじゃなくて、あなたが所有している間取り全体の中の重心から見て南東方位ということもね、これ間違わないようにしていただけたらなというふうに思います。はい、ところでね、これで、今日の話終わろうと思うんですけど、最後にも実はもう一個ピックアップコメントがあるので、そっちもね、紹介したいというふうに思います。今回ね、こちらの方、ヒロさんですね、ありがとうございます。いやー、ついにこの日が来ましたと、お二人とも私のメンターでそれぞれのセミナーにも参加させていただきましたということで、これね、三林さんとの動画を見た感想なんですよね。夢のようなコラボ動画で、テンションが上がりましたということで、どうもありがとうございます。二人の教えを素直に、忠実に実行して、今年はおかげさまで本当にいい年になりましたということで、良かったと思います。信じられないような嬉しい引き寄せが次々と起きて、ワクワクが、止まりませんと。来年も引き続き動画を楽しみにしています。いつもありがとうございますということで、ヒロさん素晴らしいですよね。素直にね、実践されたヒロさんが、私は素晴らしいというふうに思います。ぜひね、素直に実践しながら自分の中で検証して、自分なりの知恵に高めるということをね、引き続き、ね、やっていただけたらなと思いますし、他の方もぜひね、ヒロさんのような形に素直に実践しながら自分の知恵にしていくということをね、三林さんの動画とか私の動画を見ながらやっていただけたらというふうに思います。はい、ということでね、今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。